くれるでしょうね。もうこれ行かないかんですね、はい、うん、ストライクコール。交流戦も各チーム4カード目に入っています。遅れています。ここ3試合阪神は3点しか取れずになんと31失点だったんですよね。福本さん、シーズンの中でここが大底と、うん、一番の底と。いや、そこはないですかね。思いたいですね、うん、もうこれ以上ないでしょう、うん、悪さはね。本当にピッチャーがこれだけ、ね、踏ん張って、はいはい、ね、こう来て、これはもう勝たないかんし、はい、そしてこれで勝って乗っていかないかんですね、はい、下柳が粘って今岡ツーラン来ました。檜山も続きました。手が出ます、三振。今の高さは湯船さん、はい、藤川球児のこの球の伸びを如実に表してますね。ねえ、だいぶ高いでしょ。高いし、過ぎてから振っちゃいましたよね。赤って言って止めたんですけど、止まんないですよね、もうね。眉毛より上ですね。ストライクに見えたんでしょうね、振り出しはね。だから、早いこと振らないとね、間に合わないですからね。バッターボックスに細川。今日は細川は2本のツーベースを打っています。これで福本さん、こういうバスター方式というのは、やっぱり狙いがあるんでしょ。早いことこうタイミング取りますよね、これね、だから何回遅いからこれして、そういうふうに打ってみろ言われたんちゃいますかね。これだけじゃ打てない。でもピッチャーモーションするに合わせて早いことトップを引いて作りますよね、はいはい、そこからポンとこう出しやすいんじゃないですかね。今日はうまいこと言ってますね。うまいこと言ってますよ。ここで動いたらもう早くトップ作って、ワンエンドワン。下柳と岸でスタートしました。岸も噂通りのいいピッチャーでした。ワンバウンド回ります。やっぱり久保さんがおっしゃる早めに、もうピッチャーのボールを見ている時間短いですからね。だから早い早いからね。それだけすごいってことですよ。すごいですね、今のワンバウンドの空振りはね、ほんの少しの前で振り出しに行かないといけないですね、藤川球児のまっすぐを打つには。でしょうね、ね、あのね、後藤やないけどコンパクトにいかなかったんです、はい、あの、ハイたたきって言うんです、はい、ポンっていかなかった、はい、振りに行ったら負けますよ、早いから、はい、ボール球。8回から登板している藤川球児、3者連続三振です。2者連続高めボール球空振りですね。だからね、振らされるしね、この速いやつを、速いボールを、いいポイントで捕まえようって、自分 の、 あのしっかりしたポイントでスイングで捕まえよう、なかなか難しいです、はい、速いこと用意しないかん、残していってる間にボールが来てしまう、はい、ね、だから速いスイングできなければいけないしね。ライズボールですね、今のは。何りましたね、はい、あの浮き上がってくる、まあ、ソフトボールの方々、ライスボール、ライスから、はい、上に上がってくる。代打栗山登場。変化球、今日はどうでしょうね。お
形大は今岡の2人、下柳投手出てきてくれますかね。来るかどうかで出てきてるでしょ。いますかね。檜山も聞きたいですね。檜山初めてですね。はい、まっすぐでボール球2つ振らせて三振2つ。2球変化球、変化球ですね。3ついくの違いますの3つでもあの、はい、キャッチャーの加納もこれで面白いやろね、はい、ね、久保田、はい、それから藤田ね、はい、あの藤川島柳とね、3人ね、本当に言うところで持ってくれる力のあるボールがあり、はい、ちょっとこうタイミングの外す島柳とか、はい、やっぱ面白いんちゃうかね。三陽の好リード、下柳先発で連敗を止めました。今岡ツーラン、檜山ストロ、ホームラン攻勢が実りました。連敗を4で止めましたタイガース。